ユダダム。ユダダムは、岩手県和賀郡西和賀町、旧、ユダ町、一級河川、北上川、水系和賀川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する、特定多目的ダムで、北上特定地域総合開発計画、キロボルトアンペアに基づき計画された、北上川五大ダムの第3番手として、計画、建設された。 包み高89.5メートル、形式は全国に12基しか存在しない重力式アーチダムで東北地方では唯一の存在である。水没住民との保障交渉が難航した初期事例としても知られている。ダム湖は金州湖と呼ばれ、北上川水系では田瀬湖に次ぐ大規模な人造湖であり観光地でもある。岩手県。 宮城県を流れる東北第一の大河川、北上川は、一ノ関市付近で急激に川幅が狭くなる。このため、一ノ関市より上流部では、大雨が降ると、たびたび洪水の被害を受けていた。根本的な解決は、川幅の拡張であるが、約1 8 k m にも及ぶ狭作部の改作は、技術的に不可能であり、これに代わる対策が必要であった。 当時河川行政を管轄していた内務省は1926年、大正15年、昭和元年に東京帝国大学教授内務省土木試験所長の職にあった物ノ長が発表した河水統制計画案を採用し従来多様な事業者が別個に行っていた地水と利水を一元的に開発するという河川総合開発事業を強力に推進しようとしていた 全国六十四河川がその対象となったが、北上川についてもその対象河川となり1938年、昭和十三年、北上川上流改修計画が内務省によって策定された。これは、北上川本流と岩手県内における主要な支流である雫石川、猿ヶ石川、罠川、伊沢川の五河川に地水と利水の目的を併設し、多目的ダムを建設し、 北上川の洪水調節を図ろうとするものである。これが北上川五大ダムであり、渋谷村地点、北上川五所村地点、雫石川、多瀬地点、猿ヶ石川、首都前地点、沢川にダム建設が計画され、1941年、昭和16年に猿ヶ石園庭、後の多瀬ダムが多瀬地点に建設を開始した。我が川については、湯田村、 西和賀町の前身である湯田町の前身湯の沢店にダム計画が進められたが、第二次世界大戦の激化で中断を余儀なくされた。終戦後、計画は再開され、高さ87.5メートルの重力式、コンクリートダムとして骨格が次第に固まっていった。ところが1947年、昭和22年9月のカスリン台風と、翌1948年、 昭和23年9月のアイオン台風という2つの台風が北上川水系に致命的な被害をもたらし、従来の治水計画は根本的な変更を迫られることとなった。当時全国的に水害が頻発していたが、これが日本の戦後経済復興に重大な影響を及ぼすことに懸念を示した経済安定本部は治水調査会の答申を受け、1949年、 昭和24年に河川改定改修計画を発表。北上川をはじめ全国主要10河川に多目的ダムを柱とした治水対策を行う方針とした。これに伴い北上川上流改修計画もアイオン台風時の洪水を基準とした河川改修を目指すことになり、5大ダムの位置、規模変更とマイカー有水地計画の新規形状を 基幹とした北上川上流海底へ収む計画を策定した。この際に湯田ダ,ダムの位置も当初計画から下流約1 3トルの現地点へと変更された。さらに、戦後経済復興の要である電源開発と農地開発を推進し、経済成長を軌道に乗せるため河川、総合開発事業を有効利用すべく、第三次、吉田内閣は1950年、 昭和25年国土総合開発法をなさせた。そして、全国22地域を対象にして、アメリカの TVA を手本とした総合開発計画、特定地域総合開発計画事業を立ち上げた。北上川流域も、北上特定地域総合開発計画、キロボルトアンペアとして、岩手、宮城両県をまたぎ成瀬川水系を加えた。 大規模な総合開発計画地域に指定され、北上川五大ダムはその根幹事業に位置付けらた。すでに、伊沢川の石淵ダムがほぼ完成し、猿返し川の多瀬ダムが建設の最盛期を迎えていた1953年、昭和28年に湯田ダ,ダムは、北上川五大ダムの第三番手として着工したのである。1953年より、 実施計画調査に着手したが、ダム建設に伴い湯田町中心部が水没することで、反対運動は強く困難を極めた。湯田ダムが完成すると、湯田村の中心部が水没する。水没対象となるのは、湯田村、川尻、大石、大荒沢の三集落、民家405個622世帯3200人で、これは、小郷地村。 現在の奥多摩町前村が水没した東京都の小河内ダム多摩川。奥多摩この945世帯に次ぐ全国最大級の水没世帯数となるからである。これに加え水田63ヘクタール、二十歳57ヘクタールといった、農地、国道107号113キロメートル区間と、村道、約2 2 5キロメートル区間、国鉄横黒路線。 現在の JR 北上線大荒沢駅、陸中大石駅、陸中川尻駅の3駅と15.3、営業キロメートル区間、鉱山13カ所そして、水力発電所2カ所及び発電用ダム1機が、水するという大規模かつ複雑な水没物件となる。このため保証交渉は、村民、国鉄、工業圏所有者、山林所有者、水利圏所有者と多岐にわたるものであった。 約3年間、全くの硬着状態が続いた。この時期は、タゴソーダム保障事件をはじめダム建設に伴う水没地域問題がクローズアップされており、全国屈指の保障問題となったユダダムは新聞など報道がなされ注目された。事業の早期進捗を願う事業者の建設省は、たびたび住民団体と交渉を進めたが、生活基盤が完全に喪失することを懸念する。 住民との溝はなかなか埋まらなかった。事態が動き出したのは1956年、昭和31年9月のことで、建設省は水没保障基準を発表したのと同時に、保障方針を定めた、ユダダム水没者構成大綱を発表。水没対象者の生活再建について、最大限住民の要望に沿った形で進める旨を示したのである。これに対し、水没者側では、 翌1957年、昭和32年5月に開催された、湯田村ダム水没者大会におい、て、対抗に応じ、保障基準の妥結を決議した。住民側の大多数は、家屋現物保障による村内近隣への集団移転を要求。建設省もこれに応じダム水没予定地上流部の、湯田村間、上野、耳鳥山地域を移転地として、計4万坪の宅地造成を行った。 この移転地は、生活道路、上水道、電気といったインフラが完備されたものであり、1963年、昭和38年頃にはほぼ移転を完了した。国道107号線付け替えについては、ダム水没予定地の北岸に道路を新設。国鉄横路線付け替えについては、国鉄との合意で1959年、昭和34年8月より付け替え工事に入り、 ダム水没予定地の南岸に路線を新設すると同時に陸中川尻駅を水没予定地西端に陸中大石駅を南岸にそれぞれ移転さらに下流にある和賀仙人駅も移転させてルートを付け替えた大荒沢駅については大荒沢信号場に格下げし1970年昭和45年廃止された工業権保障については湯田村が 東北有数の鉱山地であったこともあり、南高、鉱産物内容の評価鑑定によって、保証を行う方針とし、東京大学や東北大学から専門家を招聘し、鑑定を行った上で保証を行った。水力発電所の保証については、東北電気製鉄、現在の東北水力地熱が所有する、発電用の大荒沢ダム、重力式、 26.0メートルと出力15,500キロワットの発電所が水没することから、代替保障として、ユダダムを取水口とした我が川発電所、工術を建設することで妥結した。こうして、ダムによる水没保障は1960年代にはおおむね解決したが、その後の水源地域対策特別措置法制定、1973年、 おはじめダム事業において多大な影響を与えた保証交渉となった。北上川流域全体の治水、利水のため3200人に及ぶ関係者の協力の上に成り立った事業とも言える。ダムは当初重力式コンクリートダムとして計画された。しかし、ダム地点の基礎地盤が加工岩で堅固であることにより、 工事費設減の観点からコンクリート量を少なくできるアーチ式コンクートダムに変更された。ところが交渉体や断層の存在によって岩盤が比較的堅固ではないことが判明。洪水地の水圧や地震に対する耐久性を強化するため重力式アーチダムに変更された。重力式アーチダムとは重力式とアーチ式の両者の特性を顕微した。 形式で、ダム両側の岩盤とダム自体の体積によって、水圧を支える構造を持つ。財団法人日本ダム協会の調べによれば、この形式は全国に12基しか存在せず、そのうち数基は単なる曲線重力式、コンクリートダムという見解もあり、極めて希少な形式である。工事は、困難を極め、鉱山に使用された、多数の行動処理のほか1960年、 昭和三十五年には新たな断層帯が発見されその処理に時間を費やし、翌九百六十一年、昭和三十六年には、右岸部岩盤の陥没事故が起きるなど工事は長期化を余儀なくされた。こうした難工事を経て九百六十五年、昭和四十年には試験的に貯水を行ってダム及びダム湖、沿岸岩盤,盤に対する安全性を確認する試験断水。 試験淡水を実施、安全性が確認されたため同年に完成した。構想発表から実に27年、着工から12年という長い期間を費やしての間であった。目的は、洪水調節と不特定利水、及び水力発電の3つである。洪水調節については、カスリーン台風時の洪水を基準として、毎秒2200トンの洪水をダムにおいて、 毎秒1800トン分カットし、下流には毎秒400トンを放流する。さらに北上川上流部の44電ダム、北上川五所ダム、雫石川、多瀬ダム、猿ヶ石川と連携して北上川合流点で毎秒3000トンの洪水量を毎秒1500トンに半減させる。これら洪水調節操作は森岡市の44電ダムにある。 国土交通省東北地方整備局、北上川ダム統合管理事務所によって集中的かつ、効率的に利されている。不特定利水については、北上市、花巻市、西和賀町、伊沢郡金ヶ崎町の4市町にまたがる、約2700ヘクタールの農地に対し、農販期に、最大毎秒8トンの環境水利権分の農業用を補給する。そして、水力発電については、 岩手県による県営の専任人発電所によって常時7 6 0 0ット、最大3万7 6 0 0ットの発電を行うほか東北水力自熱株式会社旧日本中化学株式会社による和が川発電所において常時4 7 0 0ット、最大1万5 5 0 0ットを発電する 東北水力地熱は下流に石羽根ダムをすでに1953年、昭和28年完成させており、我が川を利用した水力発電を行っている。なお、石羽根ダムは日本で最初に完成したコンバインダムでもある。ユダダムによって形成された人造湖は金州湖と命名された。東西に横長の形をしており、上流部と下流部を強作部が分ける。 独特の形をしている。早朝水容量は約1億1、460万トンで、北上川水系では、ダセコに次ぐ規模を誇る。周辺は、湯田温泉郷県立自然公園に指定されており、その名の通り秋には、湖周辺を紅葉が彩り、絶景を見せる。また春の新緑も美しい光景である。近州湖には、大高高犬は幸せみかわを、 はじめを白鳥やカモ類の渡り鳥など多くの鳥類が生息、飛来し、四季によって様々なバードウォッチングが可能であ。また、桜マスヤマメイワナアユウグイなどバラエティに富んだ魚類が生息し、釣り客も多く訪れる。西和賀町は、旧ユ田町の時代から金州港を利用した観光に力を入れていたが、1994年、平成6年に、 当時の建設省が湯田ダ,ダムを地域に開かれたダム事業の指定ダムとしたことから、近州周辺の環境整備が加速した。近州港三エリアに分けて、湖面を一般市民に有効利用してもらう方針を立てたが、上流部、湯田調査ダムより上流を、カヌーラフティングエリア、中流部、JR 北上線鉄橋今近州港大沼公園付近を、水上バイクエリア、下流部、 金州湖大沼公園付近、新入金止区域協会をウィンドサーフィンとカヌーラフティング共有エリアとし、安全かつ安心して、ウォータースポーツが行えるように金州湖を開放した。これにより多くの観光客がウォータースポーツを楽しむスポットとなっている。チョサダム付近には、金州湖、川尻総合公園を整備、野球場やテニスコートなどスポーツが楽しめる場所も完備している。 上流には湯田温泉号もあり、温泉が湖周辺には多い。また、金州湖を活用したイベントも行われており、1980年、昭和55年から毎年5月に行われている金州湖湖水祭りでは、夜の水上花火大会を、はじめ多くのイベントが開催され、それに続いて、翌日には、河北新報金州湖マラソン大会が開催される。 湖岸 30km のマラソンコースは、日本陸連公認コースとなっており、毎年2000人以上のランナーが見客を競う。また7月には、西和賀町主催の、近州湖畔、ステージコケラ落としが行われ、蒸気機関車の運行や、ボートレースが開催されるほか、和太鼓などの郷土芸能も披露される。下旬には、水源地見学ツアーが開催され、普段は見ることができないダムライブや仙人、 我が川両発電所の見学が模様される。この他総合学習や社会科見学の一環として、近隣の小学校、中学校、高等学校の児童、生徒がダムを訪問する。ユダダム棒にある、金州小物資リカンは入場無料であり、ユダダムの歴史や役割を学ぶことができる。特にここには完成以来一度も使用されたことがない。 ユダダムの非常用洪水発揮6門から勢いよく放流している写真が展示されており、貴重である。2005年、平成17年には、西和賀町の推薦によって、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム500選にも選ばれた。全国2700カ所のダムの中で選ばれた68ダムの中の一つであり、北上川水系では5所湖。 岩道湖、田瀬湖と共に選ばれている。ダムは完成以来目的に沿って稼働している。だが、ダムの目的を阻害する重要な問題として大差がある。大佐とは、ダム湖に上流から流れてきた土砂が溜まることであるが、洪水調節を目的とする多目的ダムや治水ダムの場合、過度に砂が溜まると計画された、洪水量を貯水できなくなるという弊害が起こりかねない。 ユダダムの場合は、現状として、当初の目測通りの大差進行率であるが、上流部の山腹崩落が進んでいることもあり、今後中長期的には、大差のスピードが早まるという懸念もあった。このためダムを管理する建設省は、上流部で砂をせき止めて、近州庫内の大差を傍受することを目的に1997年、平成9年により、 ユダダム貯水池保全事業の一環として、金州湖上流部、川尻地点の共作部入口付近に砂を貯めるための貯砂ダムを建設することを決め、5年の歳月をかけて2002年、平成14年10月に完成させた。これがユダ貯砂ダムである。ダムの目的は、上流から流れてくる砂を貯め込んで大差を防ぐことを最大の目的としており、砂防ダムと同様の役割を果たす。 だが、ユダチョサダムの場合は普通の砂防ダムと異なり、ダム内部に通路を設けて、一般人の自由な往来が可能な構造となっている。砂防ダム、チョサダムでは、停滞上部から水を腰流させる構造が一般的であり、人は通行できない。だが周辺には、金州湖、川尻総合公園があり、サイクリング・ハイキングコースもあるため、コラとの整合性を、測る。 必要性があった。そこで建設省は、ダム内部をくり抜いて、通路とし、その分上流面に厚くコンクリートを打設することで、強度を保ち、かつ、一般の通行を妨げない方法をとった。こうして、日本でも稀な停滞内部を通行できる、著作ダムが完成した。通路からは、上から流れ落ちる様を、裏から見学することができる。さながら恨みの滝である。 2014年、平成26年にはこの調査ダムに、金州湖大滝という愛称が与えられた。内部は、水流のために常に涼しく、夏には、格好の秘書スポットにもなる。またダム完成によって従来あまり水のたまらなかった、金州湖上部も安定した水量、水位が確保できるようになり、周辺環境や、カヌーラフティングにも、好影響を与えている。 著作ダムの通行時間は9時17時の間であり、洪水の際には通行止めになる。湯田ダ,ダム、金州湖へは、公共交通機関では、JR 東北本線、北上駅から JR 北上線に乗り換え、湯田金州湖駅、または、ホット湯田駅で下車する。ダム自体は、我が千人駅からが近いがここで下車すると、スノーシェットで覆われたカーブの多い国道107号の、 急坂を3キロメートル近く登らなくてはならず、交通量も多いため推奨はできない。湯田町定むえは、ホット湯田駅が近いが、このホット湯田駅は、旧陸中川尻駅が名称変更したもので駅舎の中に温泉がある。全国でも珍しい駅である。また旧陸中大石駅から解消した、湯田金州港駅の近くにも金州港温泉、穴ゆっこがあり、どちらの駅で降りても、 温泉を楽しむことができる。自家用車の場合では、東北自動車道、北上ジャンクションから、秋田自動車道に入り、北上西インターチェンジもしくは湯田インターチェンジで、下車後湖畔を並走する国道107号に入る。秋田市、横手市方面からは、湯田インター下車。また両インターチェンジの中間には、近州湖サービスエリアがあり。 岩手県道133号湯田金州湖、停車場線により架橋する甘瀬橋ともに金州湖を一望することもできる。特に秋の紅葉シーズンには一面赤に染まった山々と金州湖の風景を眺めることも可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。